国立駅付近の航空写真。富士見通りと朝日通りの区間はすべて見える。国土交通省国土画像情報をもとに、作成国立駅南口から富士見通りを見る。国立駅南口から朝日通りを見る終点。本田五丁目交差点。右奥から来て、この交差点で終点である。東京都道145号立川国分寺線は、東京都立川市と国分寺市を結ぶ。 一般都道である。ほとんどの区間は大型車が何とか速度を落とさずにすれ違える程度の幅の2車線道路であり、住宅地の中を通るが、国立駅、国分寺駅ではそれぞれ駅前の商店街の中心となる道路となっている。また沿線には病院や学校などの公共施設も多い。国立市内の一部を除き路線バスの経路となっている。起点から国立市に入るまでは、 商店の並ぶ中を通る。途中には JR 南部線の踏切があるが相手がカーブ区間のため段差が大きい。羽衣町2丁目交差点を過ぎ、国立市に入ると道幅は狭くなり富士見通りまでは一部が、西業の一方通行となっている。富士見通りと国立駅南口から、先の朝日通りは国立駅南口から放射状に伸びる3本の通りのうちの二本であり、 それぞれ駅から南西と南東に伸びる。なお南に伸びる中央の道が大学通りである。東二丁目交差点で斜め左に折れて、滝久保通りとなり、一旦国分寺市に入る。たまらん坂を上ると、多摩南北道路の交差点に出る。ここから府中市に入り、東京都立多摩総合医療センター、東京都立小児総合医療センターの新入路との、 交差点を経て再度国分寺市に入り JR、武蔵野線を高架でまたぐと、府中街道との泉町交差点である。この区間は、交通量も多く病院等もあることから、拡幅や右折レーン確保等の改良がなされたが、依然として、停滞の発生する時間帯もある。泉町交差点付近は開発された、高層住宅と公園が目立つ。ここから一旦谷に降りて、 野川を渡り、再度登ると、前方に、おいおいと記された駅ビルが現れ、国分寺駅前に通じる、商店街に入る。国分寺駅南口前を経て、ほぼ線路と平行に坂を降りると、南町一丁目交差点である。ここを左に折れて、国分寺街道と合流したまま JR 中央線のガードをくぐり、やや右方向に折れる。 小金石との境の並木道となって300メートルほど先の交差点が終点である。ありがとうございます。